お願いします。西岡選手、あ、すいません、選手じゃなかったですね。ごめんなさい。2人いるからね。ややこしくなりますよね。ややこしくなっちゃうからね。申し訳ございません。西岡コーチはプロツアーコーチされてるんですよね。はい、今あの弟の義人のコーチもしてるんですけども、はい、女子 の, あの若手のプロ選手と一緒にツアーを回ってて、特にそれで宮城プロとは何度か同じ会場にあったりとか、よくうちの選手も練習していただいたり、ダブルスを組んでいただいたりあの、はい、してます。うちの選手も今回本当はあの越石歩美っていう選手が今大会出る予定だったんですけども、ちょっとあの怪我というか少し今あのストップしているので、ちょっと今回は出てないですね。なるほど。じゃあお二人は結構も長いお付き合いなんですか？長いですね。そうですね、あのパーソナルの話をすると、実は、はい、宮城プロも名古屋愛知県の名古屋出身で、僕三重県出身なんで、うん、近くて、はい、で特に宮城プロの弟と僕が同い年なんですよ。でよく一緒に東海大会とかで試合してました。なるほど、そうなんですね、はい。そして井上宮城プロは去年現役を引退されて、はい、2021年全日本選手権ダブルス優勝を飾って引退されたんですね、はい、そうなんです。去年優勝して終わることができました。優秀の美ですよね、はい、本当に自分でもびっくりですね。パートナーにめちゃめちゃ感謝したいと思います。今日パートナーの方出られてこの後ありますもんね。この後コロシアムの試合にも含まれてます、はい、入ってますね、はい、また楽しみですね。いやでも宮城プロすごいのは、はい、ウィンブルドン陣はベスト8ですよね。ベスト4です。ベスト 4?、はい、すごい。そうなんですね、ウィンブルドン陣はベスト4ってすごいですから、はい、私もすごいです。いつも勝つとまさかだなって自分で思いながら勝ち上がってました。すごいことですよ本当に。そんな方が今これ解説をしていただいているという、はい、初の解説。そうですね、みんなみんな初ですね。ということで温かい目で見ていただける温かい目でお願いします。楽しくいきましょう、はい。さあそしたら試合がねもうすぐね始まります。そうですね、小堀桃子選手はどういった選手ですか？小堀選手は、今年の全日本選手権シングルス準優勝してる選手です。その後にあの安藤賞金という大会があったんですけど、はい、ITF のその大会では優勝者にも今度リベンジして勝ってたので、すごい力を今つけてきてる選手だなと思います。全日本は単服準優勝ですよね。そうですね、単服準優勝してましたね。最後ちょっとダブルスの決勝は疲れちゃってたかなっていう風に見えたんですけど、シングルの直後、次の日かですよね、決勝戦の。そうですね。西岡コーチも小堀選手とはこうつながりというか長い関係ですか？そうですね、実は 彼女のお兄さんが小堀亮太って言うんですけども、はい、彼が、はい、あの僕と義人の一個間の年齢でよく一緒に練習してたんですよ。あの父親がもともと働いてた JSS っていうクラブ、テニスクラブで、小堀姉妹、小堀兄弟が練習して受けてにしてたんで、そこによく練習行ってて、はいはい、でお兄ちゃんとよく試合したりとかもしてて、その時はもう本当ちっちゃかったんですよ桃子も。あ、そうなんですね。なんか僕からするとプロ選手の桃子というよりかは桃ちゃんっていう感じのもうちっちゃい、かわいい、ちっちゃい桃子がプロとして頑張ってるなっていう感じの、なんか何目線かよくわかんないですけどもおじさん目線ですか、うん、お兄ちゃん、うん、いまだにそうやって言われますね、はい。なるほど。そして山口芽生選手はどういった選手でしょうか？そうですね、芽生ちゃんって呼んでるのでちょっと芽生ちゃんって呼ばせてもらいます。芽生、はい、ちゃんはあの SBG のこのドリームテニスツアーのファーストステージセカンドステージ両方決勝トーナメントへ進んだ選手なので、はい、すごく今回も楽しみだなって思います。すごくテンポの速い攻めが魅力なので、そこを見てほしいなと思います。宮城プロはどちらの選手とも試合だったりしたことありますか？メイちゃんはもしかしたらないかもしれないんですけど、ももちゃんとは、うん、すみません、ももこちゃんもちょっとももちゃんと呼ばせてもらうんですけど、みんなちょっと友達で、いやいや、はい、ももちゃんもダブルスも組んだこともありますし、
シングルスも当たったことがあって、すごく私は苦手なんですよ、ももちゃんが。ちょっと独特なテニスですよね。そうなんです。そうなんですね。結構いやらしい感じのテニスを。相手としてはやりにくい。すごくやりにくいです。めいちゃんはダブルスは組んだことがありまして、練習も何度かしたことがあるんですけど、すごくパワフルで、たまにもうパワフルすぎてすごいボールもぶっ飛んじゃう時もあるんですけどあ、そんなに勢いあるんですね。でもそれが入ると本当に強いですね、うん、めちゃめちゃすごい鋭い球が飛んできます。じゃあ全く違うタイプの選手ということですか、今回。そうなんですよ、結構面白い戦いで、ここが。しかも2人は多分というか、2人はもともと山口芽衣選手も橋本創業所属だったんで、うん、で今桃子自体も橋本創業ですけど、はいはい、2人は特に仲良かったみたいですね。そうなんですよ、2人そうなんですか、よく一緒にいるところも見かけるので、多分仲もいいけど、やっぱりもう勝負になったらここはしっかり2人ともお互いのこと知ってますからね。そうなんですよ、これどうなる、どう作戦を組んでくるのかとかも。そうなんですよ、楽しみですね、うん、そこは。私が知ってる中では対戦成績2勝2敗なので、すごく面白そうですね。どうなのかなって、結構ファイナルセットに行ってることが多いので、多分常にどちらが勝ってもおかしくない戦いかなと思います。セルフジャッジっぽいですね。セルフジャッジをちょっと忘れそうに なってますね。このちょっと打って間が空きますね。ちょっと一応手出してましたけど。ももちゃんはまだロンティー着てますね。ロングティー。寒いんですかね。ね、ちょっと寒いのかなっていうふうに見えますね。やりにくそうなテニスですね、やっぱりね。そうですね、昔からこういう感じですけど。そう、あとこのポーカーフェイスなんですよ、めちゃめちゃずっと表情が変わらなくて、いや、私もその対戦した時に本当何考えてるか分からなくて、めちゃめちゃやりづらかったですね。そんなに変わらないんですね。いや、本当にずっとこのままなんで、最後までちょっとそれ見てみてください。そうなるとちょっと笑顔とか見れると嬉しくなっちゃいますけどね。確かにスワイプビデオでズームできますからね。そうですね、そうですね、ズームでスワイプで、ね、本当にセンターコート10アングルありますからね。はい、360度見れますからね、はい、こんな皆さんのももちゃんの表情にもチェックです、ね、はい、見たい角度から見ていただけたらいいなと思います。いや、でもやっぱりもうすでにめいちゃんがめちゃめちゃテンポ早く攻めてるかなっていう風に見えます。とももちゃんもめちゃめちゃボールコントロールがいいので、あと結構ギリギリまでどっちに来るか分かんないんですよ。だからそういうところも結構これから注目かなっていう。でも早い攻めに対してちゃんと追いついて返してるので、はい、読みもすごくいいんだなっていう風に見えますね。ももこなんかあれですね、クラブマサー。そうですね、クラブマサーなんですね。パッチつけてますね、今回の
大きなスポンサーの一つですからね、クロムです、ね、今回でもやっぱ女性だったらすごく嬉しい湘南美容外科さんが、いや本当ですよ ね、メインスポンサーですから、アレーナパーティーでプレゼントもらってましたけど、私も何か欲しいなと思いました何もらったんだろう。ももちゃんのサーブはすごい速いわけじゃないんですけど、結構スライスで曲がってくるので結構取りづらいサーブですね。数ポイントしか見てないですけど、はい、モモのフォアを狙ってるように見えるんですけど、フォアとバックだったらやっぱバックの方がモモ的には得意なんですか。そうですね、バックのが好きだと思います。私もあのモモちゃんのフォアに狙ってました。へえー、あ、そうなんですね。お互いあの知ってるからこその作戦ですよね。そうですね、ほぼフォアですかね今のところ。セカンドサーブになったらもうベースラインの中に入って打ち込んでるので、うん、そこは結構もうセカンドサーブはやっぱりもう打ち込んで攻めていくっていう戦略を立ててるのかなと思います。今の入りました。ちょっと難しいですね、やっぱりセルフジャッジギリギリだと分かんない場合はインでやらなきゃいけないっていうのもあるので。そうですね、見えてないといいんですよね。そうですね、ちょっと気にしな見ながらやるのもちょっと難しいですよね、きっと普段慣れてないのでみんな。審判も女性の方に変わりましたね。そうですね、綱島さんですかね。あ、そうなんですね、はい、あ、違いました、審判さん、違いました、違ったんか、違いました違ったんか、すいません違いましたね。今回あれですか、僕らが言ったことをカメラマンさんが追ってくださることもあるんで大変申し訳ありません、はい、かなり遅いですよね。めちゃめちゃボールコントロールが本当にうまいなと思います、うん、本人のね、この今回のパンフレットにも、うん、コート上でのボールコントロールを見てほしいですって書いてあるので、うん、じゃあそこ見ますか。そうですね、ちゃんからしたらこの展開でいいんですよね。そうですね、めちゃめちゃいい展開を今最初か1ファーストゲームからしてると思います。フェイスのももちゃんに対してめいちゃんは時折笑顔も見せてくれると思うので、そこにも注目したいですね。
サーティオルどう2人がプレーするか気になりますね。そうですね、先ほどは男子だったんですけど、はい、女子の場合またどうなるかですよね。そうですね、攻めてるのはね、はい、めいちゃんの方なんですけど、うまく攻めさせてるっていうこともありますよね。そう、私もめちゃめちゃそれ思いました。あとやっぱももちゃんがめちゃめちゃよく真ん中に配球してるからやっぱりめいちゃんもそうですね、攻めづらい。デュースですよ。デュースで来ました。どっちサイド？あ、でもバックサイドかな、やっぱり。どっちですかね。バックサイドにいますね。あ、バックサイドか。ちょっと男子とは展開が変わってきますね。サービスが決まらないですからね。そうなんですよね。ラリーになりますから。ロングラリーが多くなりますね。あれだけ中入って打ち込めるってすごくないですか。いやもう多分本当に自分を信じてますね。かっこいいですね、めちゃくちゃかっこいい。まあでも自分座右の銘がありましたね。山口選手何か、山口選手座右の銘は努力が全てすごいかっこいいじゃないですか。めちゃくちゃいいですよ。めちゃくちゃすごいじゃないですか。かっこいい。インスタとか見てるとすごく可愛らしい女の子っていう印象を受けたんですけど、ですね、この2人の対決、美女対決ですよね。そうですね、めちゃめちゃ美女対決ですね。美女プレイヤーの宮城プロからしたら、やめてください。美女といえば宮城プロもランウェイ歩かれたとかそういう経験もしましたね。させていただいてファッションショーに、まあ、ランウェイもありますけども、どこか、あ、今回どこかのタイミングでぜひ、はい、あの M1 に出られたということなんで、ちょっとその話聞きたいんですよ。ちょっと M1 にも挑戦しちゃいました。どこかでそのネタをちょっと発表していただいても、ね、ちょっと相方がいないので難しいかなと思いますそうですよね、漫才はそうなんですよ、相方さんがいないと残念です。とても見られず、いや残念、見られずです。さあでも1、2でサービスキープですもんね。そうですね、この辺からゲームが動くっていうのが4ゲーム選手、そうですね、4ゲームのこの面白さというか、はい、コントロールはいいけど、やっぱりちょっとコートカバーリングに難があるというか、動きがちょっと遅いというイメージなんですけど、そうですね、最近でもよく走るようになりましたよね。そう、めちゃめちゃ走るようになったと思います。なんかすごい自分でこう自由にすごい、なんですかね、コートを操っているというか、ボールも操っているというか、すごい、ちゃんはすごくいいプレーだったのかな。最後ちょっとミスっちゃいましたけど、そうですね、はい、いい展開だったかな、彼女らしいプレーというか、で彼女らしいリアクションも出ましたね。そうですね、ああああいう時ね、ズームして、ああそうですね、確かに確かに見てほしいですね。ももちゃんは本当にポジションが本当に前後によく動くので、すごいそこも結構注目して見てほしいですね。前よりも結構攻めれるようになったのかなっていうふうにすごい思います。そうですね、はい、前はね、テンポを変えるだけだったのが、今はやっぱり自分からもポイントを取りに行けるというか、そこがすごい変わったように思いますね、はい、成長してますね、やっぱりすごく、まあ、準優勝してますからね。そうですね、さすがですね。
書いてないんですけど、この点数がうまくうまいんですよね。うまいですね、ストレートに流したやつが。そうですね、そうですね。今ちょっとフリー遅れちゃったかなっていう感じに見えましたけど、めいちゃんが押し切りましたね、今の。打ち切れるかな、見どころですね、ここ。ですもんね。早いですね。早いですよね。そっか。すごい集中している表情が見られますね、めいちゃんの。ここで決めたいですよね。そうなんですよね。ここが本当にどうなっていくか。中に入ってテンポ早く早く攻めて、ももちゃんはいかにどれだけ遅くテンポ遅くしてボールコントロールして深く入れてっていう感じに、2人全然やっぱ違うプレースタイルに見えますね。ほぼ内側ですね。そうですね、めちゃめちゃ中に入って、今もなんとか持っていこうって感じですよね、ストレートに。思い切りがめちゃめちゃいい選手だと思います。ちょっと抜けてますね、あのフォアが。そうですね、やっぱももちゃんは自分が攻めた分もさらに早く帰ってくるので、そこが結構リズム的にまだ そうですね。勝負行ったのかな、今の。たまたま。いや、行ってますね。ちょっとめちゃ。30-50で取りに行った感じだったのかな。ちょっとセカンドサーブも攻めに行ったように見えましたね、今。これがノーアドの今大会になって、吉祥出るか、京都出るか。そうなんですよね。難しいですね。難しいですね。駆け引きですね、本当に。できたら、もしこれめいちゃんが取った時にコーチ席の方もちょっとカメラを当てていただきたいですけどね。そうですね、今みたいにガッツポーズを彼女はめちゃめちゃコーチにするんですよ。そう、めっちゃ見ますね、コーチの方。ナイスプレー。ほら、今のところああいう感じでチームで戦ってる感がすごく。そうですね、結構多分もう幼稚園ぐらいからですか。いや、そうなんですよ。幼稚園からコーチと切磋琢磨してきたみたいで。なんか素敵なお話ですね。そうなんですよ。絆というか、そう、かなりそうですね、はい、しかも面白いのが、はい、コーチのお名前が、はい、
いや、そうなんですよ。そうなんですよ。一緒じゃないですか。僕と同じで。僕よく遠征先で、あの僕が教えてる越石彩美っていう選手も埼玉県なんですけど、メイちゃんも埼玉県なんですよ。で国体、今回の国体で2人で優勝してるんですけども、あ、ごめん、安尾さんですね、コーチの安尾です、ね、後ろ向いてる白の、そうですね、はい、はい、で、あのすごいですね、よくわかりましたね、本当にカメラマンさん、さすがです、さすがです、ね、今日朝、あの前の方と一緒になんかトレーニングというか、ね、ウォーミングアップしてましたよね、はい、安尾さんとはよくあの会場で一緒になるんで、はい、ダブル安尾だねと、ダブル安尾だねと、うちの選手も僕もと安尾コーチと、でメイちゃんもこちらで安尾コーチと呼ぶんで、分かりにくいですね、どっちがどっち呼ばれてるんだっていう一緒に振り向きますよね、そうなるとっていうこともありましたね、そうですね、はい、え、コーチからしてずっと、ね、F テニスのコーチも、ね、藤井さんもいらっしゃって、選手からこうガッツポーズされたらやっぱコーチ嬉しいですか、はい、嬉しいですね、やっぱり一緒に戦ってる感っていうのはやっぱそのツアーって、まあ、宮城プロも分かると思うんですけども、はい、そうですね、ほとんど一緒にいるわけですよ、生活がほとんど同じ で、ね、特にもう、ね、よくわからない国にも行くわけですよ、うんうんうん、いろんな国にも行かれてると思いますけども、そういう時ってやっぱもうそのお互いがこう絆がないと、そうですね、信頼関係がめちゃめちゃ大事になってきますね、コーチやトレーナーとの、私も家族みたいな感じですか、本当にそんな感じで、私もめちゃめちゃコーチ見てガッツポーズするタイプだったので、もうみんな見てて、あ、そうだよねってすごく思いますね。さあ、桃子がどうやってセカンドセット、そうですね、2セット目入りました、何を変えてくるのかっていう、楽しみですね、そこがちょっと攻めてほしいですけどね、もう少し、すごい当たってますね、当たってますね、やっぱ先にあそこまで攻められちゃうとなかなか難しいですよね、自分の展開に持っていくのが、ちょっと桃子的にはもうちょっと打ってもいいのかなと思いますね、そうですね、ちょっと打たないといけないような状況が出てきちゃうのかなと思いますね、うん、でも打ち始めましたね、ナイスショットです、うん、そうしないとなかなかポイント取るのが難しくなってきちゃいますよね、うん、コントロールだけじゃなくて、ね、ちょっとパワーというか押しに入らないと、ね、はい、でもああいう展開ですよね、そうですよね、メイちゃんにできるだけこうテンポよく打たせない、緩急だけじゃなくて緩だけじゃなくて球の部分が欲しいですよね、もうちょっと、それにしても当たってますね、すごいです、今ちょっと低いかったけどボールすごい、それをドライブで、はい、行ったところとかもう思い切りの良さがめちゃめちゃ見えますね、当たりまくるとちょっとどうしようもなくなっちゃうかもしれないですね、ももちゃんも、おお、それはすごいですね、すごい、外からの、外からの、からのすごいですね、ちょっとサイドイン、すごいですね、今のめちゃめちゃ思い切り良かったですね、でも動じない桃子っていう、そうですね、本当に変わらないですね、ポーカーフェイスですね、本当に普段プライベートも基本浮き沈みないとか、そんあいやそんなことはないですね、みんな多分浮き沈みはするけど、プライベート結構よく笑ってるイメージですけどね、そうですね、試合中はもう全く変わらないって感じなんですね、はい、もう基本そうですね、みんな女子のプロは結構コート上ではすごいあのポーカーフェイスの子も多いですし、すごいキリッとみんな試合になったらするんですけど、オフコートではめちゃめちゃみんな笑顔で結構キャッキャしてたりとかしてますね、まあ、まだ25歳と23歳ですからね、子が25歳、4歳、24歳ですか、はい、年齢もすごい近いですね、うん、ちょっとでも攻めようとしてるところを見ますね、何か流れを変えようとはしてますね、
桃子も中に入りましたね。そうですね、桃ちゃんもリターンはすごい結構上手なイメージなので、うん、やっぱそうなんですか、ね、はい、うまく中に入ってダブルスも強いですよね。そうなんですよ、ダブルスもやっぱり、うん、そうですね、強いですね。今年ダブルス結構世界ランクも結構高いんじゃないかな。そうですね、213位、ね、最高が136位。そうですよね、めちゃめちゃすごいと思います。同じターン攻めてきてますね。今季はダブルスの方が優勝回数が多いんですか。そうですね、団体シングルスダブルスで結構優勝してるイメージありますね。そうですよね、多分ダブルスで何タイトルぐらいなの今年、はい、ダブルス今年全部で14個持ってますね。すごいですね、すごいですね、はい、めちゃめちゃ小柄なんですけどダブルスないんですよね。そうなんですよ、やっぱ攻める分でもちょっとミスも出るけど、もちろんもちろんすごいいい展開なのかなと思います。やっぱりでもこうすぐに展開を変えようとしたり戦略を考えているところがさすがですね。ナイスアグレブのサイですね。特にショートセットだとパッパ切り替えないと。そうですよね、考えている間にもう終わっちゃいますもんね本当に。ここ取り切れるか、ここですね。来ました、ここ。なんか僕らデュースを待ってる感ありますよね。ちょっと、ね、ちょっとデュースを待ってる、お客さんもみんな待ってるんじゃないですかね。ちょっとなかなかないですもんね、こういうなんかデュース1個で決まるっていう。いや、ないですよね、はい、本当にプロではもうほぼないですね。いや、1本どうなるか緊張しますね。後でなんかね、そうですね、今の入ってたよって言われてもあれですし、でも今ちょっとメイちゃんも一瞬止まっちゃいましたよね、だから動きもそれも難しいですね。まだ見てもちょっと気にしてますね。そうですね、まあ、でもここは切り替えて、うん、次に行かない。そうですね、はい、すごいです、ね、そう、勢いがすごい、まあ、勢い、ね、そうですね、はい、今日はめちゃめちゃ調子が良さそうですね、うん、すごいここに合わせてきてるのかなっていう感じが、うん、めちゃめちゃ見えますね。年内最後の試合ですもんね。そうですね、うん、違うか、京都の試合がありましたね。京都がありましたね、うん、そうですね。12月って結構試合多いんですね。いや、基本はオフシーズンなんですけど、でも今回はちょっと何大会かあるみたいですね。そうですね、ちょっとそうですね、まだ苦しいですね。そうですね、ちょっとももちゃんにとっては苦しい。あそこまでやっぱりめいちゃんのあの鋭いショットが入ってくるとちょっときついかなっていう感じはしますね。だってそも
そうのリターンの位置がそこからです。すごいですね、はい、めちゃめちゃ中に入ってます。なるとちょっと、惜しい。逆になんかここまで顔変わらないと本当わからないですよ、何考えてるのっていう。いやそうなんですよ、私めちゃめちゃやりづらかったです。本当ですね、本当に。まあ、でも多分すごい戦略家だと思うので、いろいろ考えて、まあね、プレーもいろいろ展開変えたりしてるのですごく考えてるんだと思いますね。あ、ちょっと厳しい展開ですね。でもまだ1ブレークし2ブレークですけど、はい、いやでもまだ1回ブレークしたら、ね、次サービスキープしたら3人ですから、2、3ですから、まだ分かんないですよね、はい、特に女子は本当にどこからでも挽回できるっていうのがめちゃめちゃあるので、実際本当にこれも1、4、ももちゃんからしたら1、4、0、3ですけど、はい、特にショートセットなので、普通の1、6、0、5とかよりは全然、ね、ありますよね、チャンス的には、はい、全然チャンスありますね。あとやっぱりフォーティオールになってきたりするとまた流れが一気に変わるので、まだ全然チャンスある。すごいタオルの拭き方が丁寧ですね。丁寧ですね。すごく丁寧でした。ポンポンと拭いております。はい。ゴシゴシ拭かない。なんかこういうとこを見れるのもなんか嬉しいですね。なんか。やっぱノーワードってやりたくないものですか、選手からすると。やりたくないですね。めちゃめちゃ。もうそこに行く前にまず取りたい。でもしも逆にリードされてたら、まあ、そこに行ってもうワンチャンス狙うぞみたいな感じではいけるんですけど、まあ、でも自分がサーブだとやっぱりプレッシャーかかりますね、そこに行ってしまうと。一本勝負になると。クロスのカウンターもかなり得意ですよね。そうですね、カウンターがめちゃめちゃうまいので、意外と自分が打ったと思って中に入るといいカウンターで決められてしまうっていう展開が、私もめちゃめちゃそれで決められたので、その展開ができてくるとまた変わってくるかもしれないですね。ブレークチャンスですね。ですね、本当。結構今このゲーム攻めてますね、ももちゃんは。もうあとないですからね。そうですね、ちょっと思い切りが出てきましたね。早いからなかなかカウンター打つにもね追いつけないっていうところがあるかなと思います。でもそれにしてもさっきの走らされたところからダウンザラインにね、メイちゃんよく打ちましたね。そうですね、あれもやっぱりテンポが速い分すごい打たれたらもう結構厳しいですよね、相手的にも。
どう変わるかですね。そうですね、ブレイクしましたね。お互い今リターンの方が当たってるんで、うん、桃子の方もこう気が抜けないというか、うん、そうですね、メイちゃんのリターンがどれだけ当たってくるかっていうところになっちゃいますから、やっぱセカンドサーブ、あ、ニューボールにここでなる、うん、これもまたどう動くかっていう感じも変わってきますね。セカンドサーブになるとすごいもう前に入って打ってくるので、できるだけファーストの確率を高くしたいなと、うん、おもちゃも思ってるんじゃないかなと思います。ボールは9-11でのチェンジですね、今回の試合は。変わるってもまた難しいんですよね。そうですね、どういったことを意識してやるものなんですか。そうですね、ニューボールになったら、まあ、でも特にサーブだったら特にまずファーストサーブ、うん、確率よく入れたいなって思いますし、うん、でも本当に多分選手によると思うんですけど、はい、やっぱりまずちょっとボールに慣れたいっていう人も多分いると思いますし、遅いんですけどね、ボール自体はそこまで速くないんですけど、深さというか伸びというか、うん、そうですね、変わってきますね。で今ニューボールなんで、僕的には桃子のサーブ的にはやっぱワイドに、デュースサイドのワイドにやっぱ打ってほしいなっていう、もし僕がこうしちゃったらそこをアドバイスするかなっていうのがありますね、うん、やっぱニューボールってワイドに切りやすいんで、新しいボールで。そうですね、サーブ全然僕出たと違う届かずでしたね、全然届いてない、思い届かず、ちっちゃい時から知ってるのにな思春期反抗期かもしれないですね、反抗期かもしれないですね逆にリターン側だ、レシーブだったらもうめちゃめちゃちょっと思い切りいきたいかなって思います。せっかくならニューボール、でもファーストの確率はめちゃめちゃいいですね。ファーストがすごい確率がいいので、今みたいなフォーサイドのやっぱスライス系なんで、そっちに切った方がニューボールボールのニューボールというそのアドバンテージを使いやすいと思うんですよね。キーポイントです。違うそこじゃない。コーチが急にコーチになりますね。いや、そう見ちゃうんですよね。なんか解説としていいのかどうかわからないですけど。でもこれメイちゃんからしてもチャンスですよ。そうですね。あ、ね、さ。ガイドが入りましたね。やっぱファーストが入るといいですね、まあ、でも特にニューボールっていうのもあると思うんですけど、はい、やっぱファンが多いと思いますから、そうですね、すごいファンにとってはそのズームできる機能嬉しいです ね、 いろんな角度から見れるのも、でもここもファン多いですから全員ズームされても、ね、ここでここでもズームされてるかもしれないすごいコアな人がいるかもしれないですね、手振っといてこうやってでも今回は優勝賞金が1000万円ということで、はい、そうですよね、この大会ってやっぱ衝撃的でした。いや、衝撃的でした本当に、私も本当に出たいなってめちゃめちゃ思いましたね今回復帰したらよかったのに。いや、もうちょっとその案もあったんですけどさすがにちょっとなんなかったんですね、はい、ちょっと声掛けだはいただいたんですけど、はい、ちょっともう体力的に厳しいかなと思いまして国内史上初ですからね、国内大会に1000万円というのは。そうですよね、でもこれ見てたらやっぱり出たくなりますね体がテニスやりたいってなりますからね、まあ、でも1日こう3試合みんなあるので結構きついんじゃないかなと思います。いつもともだってショートセットですけど、セットは一緒ですからね。そうなんですよね、
今のいい深さですね。そうですね、ちょっと攻め、ね、ももちゃんの攻めもいい感じで展開変わってきてますね。めいちゃんが攻めづらくなってきてるかなと思います。やっぱでもさっきよりもファーストセットよりもやっぱ打ってますよね、ボールの威力というか、慣れてきたのかペースにちょっと体が追いついてきたのかわからないですけども、ちょっと展開が変わってきてますね。めいちゃんここどうするか。これでいいと思いますよ、はい、そうですね、やっぱりここで何か守ったりとか何かをしたら それこそファイナルセットの10ポイントに響きますし、良さが 3-3 からも打てなくなっちゃうので、そうですね、ちょっと我慢する時なのかなって感じでありますね。流れが来てないだけだと思いますね、そうですね。最後のポイントちょっと捨てたかのようにも見えましたが、まあ切り替えとしてはすごいいいんじゃないかなと思います。でも宮部プロがおっしゃったように0-3から 3-3 ですよ、やっぱ分からないもんですね。本当ですね、本当にちょっと言った通りに安心してるじゃん、ちょっと安心してますよね今ちょっと安心してる、ちょっと安心しちゃいましたね。いやこのゲームどうなるか楽しみですね。セットを取られたとしても、はい、メイちゃん的にはやっぱこのまま行きたいですよね。そうですね、はい、ショートセットなんで、うんね、もうそのできること以外をやったとしてもそれはもう意味がないですから。そうですね、もう自分のプレーを貫き通していいかなと思います、うん。サーブからも落ちましたね、めちゃめちゃすごいテンポが速い。うん、ちょっとここは焦りたくないですね。そうですね、ちょっとでもレシーブがめちゃめちゃ当たってるんで、いいですね、ちょっとおもちゃん的にはきついのかなって感じがします。焦らずにもうちょっとやらせたかったですね。ミスが持ってなかったですね。少し決められるのであったらいいと思うんですけども、やっぱここは少しラリーを多くしてしぶとくメイちゃんがちょっと落ちたところだったんで、やらせた方が良かったですね。ちょっと復活しちゃう感じですね。2回ぐらい今目が合いましたね、カメラ目線目は合ってないんですか。目は合ってない、目は合ってないんですけども、そうなんかファン目線で見ちゃった、ファン目線でそう思っちゃったお客様いるかもしれない。そうですね、それ嬉しいですよね、うん、いや音楽が流れるんですね、ちゃんと。本当ですね、いいですね。 いやめいちゃん、めいちゃんは結構部屋もシェアしたりしたこともあるんですけど、ああ、そうなんですね、そうなんですよ。もう部屋でもずっと笑ってますね、もうずっと笑ってました、本当に。
僕も野草コーチとシェアしたと思いますよ、部屋あるんですか。ツアー中に、はい、一緒にダブル野草で泊まると思います、はい、面白い。それはやっぱコーチ同士でもねシェアしたりするんですね、やっぱり、はい、一緒にシェアした、一緒にシェアしたちょうど野草コーチ移されております、はい、野草歴は向こうの方が長いですね。あ、はい、あ、そうですよね、それはそう、人生の先輩ということで、はい、メイちゃん取りたいですね、このサワーゲーム。守らないでほしいな。うん、はい、ナイスショット。結構ロングラリーになるとやっぱノートは取る確率がぐっと上がりますね。だからこそやっぱちょっとミス、そうですね、ノートを攻めるところを分けたいんですよね。まあ、でも、うん、攻めてましたね。すごい展開は良かったですね。最後でも今のは決め切りたかったかなっていう、ちょっとまあプレッシャーもあるのかな。ちょっとやっぱり落としたら負けるっていう。そうですね、ドロップボレーでもよかったですけどね、うん、アングルにちょっとイージーミスだったかな。展開は良かったですけどね。これですね、この展開にするとす、ね、かなりメイちゃんの方にプレッシャーかかりますからね。ももちゃんが有利ですね。やっぱロングラリーに持ってきたいですね、ももちゃんは。気合い入れてましたね、バシッと足を叩いて。僕でもあの足を叩く動作って、はい、ただ自分が痛いだけで意味あるんですかね。どうなんですか、まあ、痛いですよね、確かに、はい、まあ、でもやっぱなんか気合を入れたいんじゃないでしょうか。あ、なるほど。ちょっと何やってんだよって感じでしたね、今はちょっと気持ち的には。コールですね、オーバーコールですね、うん、なるほど。ちょっとです、コントロール良かったですね。4-4だとタイブレークですか。そうですね、うん、ナイス、2人の声が聞こえましたですね。7ポイントですね、両方からそうですね、聞こえてきた。かぶりました、シンクロしてきました。いやでも 0-3 からここまで 4-4 まで小堀選手さすが。これ取ったら10ポイントタイブレークですから、本当どっちか分からなくなりますから。いや、はい、どちらかといえばでも桃子自身の方が少しメンタル的には有利というか、ちょっと当たりがね、あのさっきよりは最初よりかはちょっと思い切りが、まあ、思い切りはいいんですけど、ちょっとミスが増えてきてます ね、メイちゃんの。ただ攻める分ミスはしょうがないところもあるので難しいところですね。もうこれもガンガン行ってほしいですね。そうですね、ちょっと逆に丁寧に行くとロング、ね、ラリーになってしまうと、ももちゃんが有利になってしまうので、うん、ちょっと丁寧に行ってる感じに見えますね、メイちゃんが。深いボールがタイミング合わないんですよ ね、少し今のも腰が引けてるというか、あれっていう感じで、あそこまで深いとね、特に結構難しいですよね、攻めたいけど攻めれなくてっていう、う
から打つんだ。すごい。あそこからすごい打てるものですか？打てるものではありますけど、なかなか打たないですね。タイブレイクですからね。しかも 4-4 タイブレイクのところで打ちますからね。一瞬迷ったようには見えましたけど、フォアじゃなくてバックで打つんだっていう。そうですね。しかもダウンザラインで一番難しい。いや、結構一番難しいですよね。でもすごい良かったんじゃないですか、今のポイントは。やっぱり良さですよね、はい、ピンクのグリップ存在感あるな。なかなか見ないですね、確かに。あ、そう、めいちゃんピンク好きなんですけど。あ、そうなんですね。大好きでピンクが。さすが、好きな色をちゃんとグリップに入れてるところさすがですね。ちゃんといい攻めが見られました。自分のテニスでポイントを取ってるというところが、それが結構やっぱ大事ですよね。次にもつながりますし、そうですね。ちゃんとポイントを取ってるのか取れてるのかってだいぶ違うじゃないですか。そうですね、そうですね。やっぱ取ってると流れもすごいいいですし、次につながっていいプレーが出てくるのかなと思います。ちょっと1、ももちゃんから 1-4、 ナイスリターン。お互いリターンもですね、本当に。そうですね、本当にちょっとリターンのレベルがめちゃめちゃ高いと思います。まあ、ちょっと厳しい言い方をすると、これだけリターンが当たるということはお互いをよく知ってるっていうのはあるかもしれないですけども、配球だったりコースだったり使い方がお互いにちょっとまだ伸びしろというか課題なのかなっていう、ここまで当たるっていうのはまあどっちかがいいっていうのはもちろんありますけども、反面サーブがあまり良くないということもありますよね。そうですね。結構さっきももちゃんのサーブを見てても、ファーストサーブから結構タイミングをずらそうと、多分早いサーブ打ったり遅いサーブ打ったりしているのは見えたんですけど、やっぱなかなかメイちゃんも全然タイミングずらせてなかったんで、あんまり有効的には使えてないのかなと思いますね。これから2人にとってはそこは一つ課題ですよ ね。サービス力を上げる。そうですね、まあ、この大会では終わりじゃないですから、はい、特にね、世界戦っていくにはサーブめちゃめちゃ重要になってくるので。ナイスショット。いいですね。クールですね。めちゃくちゃずっと変わらないです、表情が。本当にももちゃんの思いのなんかもう勘違いかな、三つ編みも全然揺れてないですね。クールすぎて揺れるはずですけどね。そうそうです、全然揺れてない。そうですね、があるんですね。すごい、 いや、うまくボール配球してますね、深く。やっぱ低いからクロスにし、コアのクロス、めいちゃんからしたらクロスにしか飛ばせないんですかね。そうですね、だんだんに打って前行きたかったですけどね、早めに。そうですね、今結構クロスが多かったですね。チャンスありましたからね、何回かは。ずれましたね。やりたいことはすごく分かったけど、やっぱあのバックのストレートがね、ももちゃんうまいから、そこでオープンコート作ってクロスっていう展開が、ちょっとシュート回転かかってるから
低いんですよね。そうですね、そうですね。だから持ち上げるしかできないんで。このポイントめちゃめちゃ重要。いった。そうですね。ストレート来ました。さっきね、ちょうどできなかったから。できなかったですね。今行ってほしいと思ったらちょうどできましたね。マッチポイントですね。ですね。でもまだこれ取られたら全然わかんないですね。はい。打ち切れるか。ホルトですね。ホルトですね。はい。エキシビションマッチならではですからね、いいところですね、はい、いやー攻め切りましたね最後まで、それが勝利につながったのではないかなと思います。ちゃんと自分のテニスをして貫き通したところが良かったですね、はい、でももちゃんもでもすごい、ね、0-3 1-0-3 からよくここまでねすごい粘って展開も自分の中で戦略考えて変えたのがすごい良かったですね。最後まで本当にどちらが勝ってもおかしくないような、展開でした。コロシアム第2試合、小堀桃子選手対山口芽生選手は山口芽生選手の勝利でした。